今の時期最も攻撃的になるスズメバチとその蜂を駆除するハンターに密着。ひょっこりとしてます。しかし今年はある異変も。もうちょっと今の時期だったら3層とか4層半分ぐらいじゃないかな、生育自体は。熱中症になってるね、蜂もね。今回密着したのは創業50年を超える蜂駆除のプロ、蜂屋の酒井。あ、10センチぐらいで蜂の巣はどこにできてますか。はい、では、よろしくお願いします。営業開始早々電話が鳴り止みません。一番卵の幼虫が多いのがですね、10月の中旬ぐらいなんですよ。はい、そこには来年用の女王蜂も含まれてますので、今から危険だと思います。10メートルぐらい近くに行っただけでも怒るときは怒ります。依頼を受けるとすぐに出発です。この日最初に訪れたのは山鹿市にある民家。物置の端にある棚に巣が作られていることに気づいたのは2日前だそうです。もう数日早く来るたですもん。あいたー、おったばい気持ちかったですね。それはもう大きかったでした。蜂に刺されないように防護服に着替え、早速駆除開始です。巣に向かって勢いよく薬を吹きかけますが、違うね、なんかダミーっぽい。蜂の姿は見えるにもかかわらず巣は空っぽ。さっきのじゃなくて。怪しいと思ったハンター荒木さん、物を動かしさらに奥を覗くと、じゃあ裏におる、ここにおる、もう一つの巣が、うん、どうりでおかしいなと思ったの。再び薬を吹きかけ駆除作業は終了です。駆除したのは蜂の子がぎっしり詰まったヒメスズメバチの巣。攻撃性は弱く比較的安全な種類とされていますが、体長3センチを超えるスズメバチです。巣自体は小さく閉鎖的な空間を好むため、壁の間や床下などに巣を作る傾向があります。駆除が終わるとすぐに次の現場へ。民家へ続く道路脇の茂みの中に大きなスズメバチの巣が。すごい殺傷症状、俺の頭これに動じたら。蜂が繊維を喪失するまでこれでもかと殺虫剤を巣の奥深くめがけて噴射し続けます。蜂は巣の匂いを頼りに戻ってくる習性があるため、周りの枝を切り落としたら作業は終了です。巣の大きさは直径30センチほどの大きさです。重さもずっしりとしてます。種類は小型スズメバチ。庭木や軒下など人間の生活圏内に巣を作ることが多く、生垣の手入れなどで気づかないうちに刺激してしまい刺されるという被害。近くの運動公園でも同様に小型スズメバチの被害が出たという情報が。なんか剪定中に多分蜂出てきて6カ所刺されたっていう。6カ所さっきの見える。これ駆除にかかる時間はわずか3分ほど。早いですね、3分ぐらいで。ね、だらだらしとったらやられる。スピード命です。え、意外と軽くないですか。そうだね、多分まだ軽い方。軽い方で、基本的にこの表皮っていう木の皮とか、はい、そういうのを持ってくるけ、だからこのマウル模様ができる。9月から10月にかけては新しい女王蜂が生まれる時期。スズメバチは女王蜂を守るため1年の中で最も攻撃的になる非常に危険な時期です。例年だと巣も最も大きくなり、卵や幼虫の数も最大になる時期ですが、本来だったらこの幼虫、卵の部分が3段4段ぐらいあるみたいなんですけれども、まだ2段目が途中の段階です。記録的な猛暑が続いたこの夏、暑さの影響で蜂に異変が起きているそうです。全部小ぶりでは小ぶりなんですよね。なんでかというとやっぱ温暖化の影響だと思いますけど、例年だともう少し大きいかなと思うのがやっぱりちっちゃかったりとか、2ヶ月近く35度とかなってるので、もう女王蜂が倒れてもう巣も空洞化になってしまって、大体ですね、年間でですね5000件ぐらいやってるんですよね。
でその中で今はですね、もう3000件ぐらいなんですよね。これからもう終盤に来たので、また多くてもあと1000件入ればいいかなって感じなので、まあ全体では2割3割減とかぐらいになるかなと思います。スズメバチの中でも特に暑さの影響を受けているのが、あれ何の種類ですか？これ黄色スズメバチですね。まあ危ないっちゃ危ないハチなんですよ。結構毒が強いですか？そうです、まあ、攻撃力が強い。オオスズメがレベル5とするならレベル4です。山間部をはじめ市街地にも多く生息している黄色スズメバチ、民家の屋根裏などにも巣を作るため刺された被害が最も多い種類です。小型スズメとかオオスズメバチとかアシナガバチが普通に入ってきてるんですけど、ただ黄色スズメバチが今もう全滅してます。ほぼほぼ屋根裏とか2階の軒下とかにぶら下がってるんですけど、今年黄色スズメバチ、僕は40年近くこの仕事やってるんですけど、床下に作ってたんですよね。暑いから床下に潜り込んでるんですよ。めったにもう本当に今まで1回見たかないかなって感じですよね。だいたい43度を超えると死滅すると言われてますので、屋根裏って43度以上あるんですよね。50度近くなりますので、はい、そうなってくるともう屋根裏に作ってる巣は全滅だと思います。黄色スズメバチの駆除件数は去年と比べて 80% 以上も減っているとのこと。今回駆除する黄色スズメバチの巣はおよそ30センチの大きさ。だいたい通常だとですね、この時期だとこれの3倍から4倍巣の出方があるんですよ。あれの3倍の大きさなんですか？普通3倍から4倍はこの時期あるんです。こんなもんちっちゃい子です今の時期だったら。だからこれ多分ですね、多分どっかの屋根裏にいてて、暑くて耐えられなくなって引っ越してきたなと思います。涼しいところに。巣は最大1メートル前後、幼虫などの数を合わせると2000匹から3000匹になるといいます。通常は今の季節だとこういうふうにいっぱいなっていかなきゃいけないんだけど、はい、もうここがスカスカになってるでしょ。通常は12段か14段。12。僕が今まで見た中で14っていうのがマックスだったけど。じゃあもう全然ちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいちっちゃい。だから今この熱中症になってるね、蜂もね。しかしこの日1日の密着だけでも駆除現場は6カ所。蜂を見つけたらむやみに近づかず専門家に相談を。